今のはどういった練習だったり目的だったり。今のも、はい、これもまたあれですけど、はい、タイミングというか同じなんですか、返球じゃなくて、まあ、2本打つじゃないですか、はい、2本打ってこう、まあ、いわゆる攻撃です、こうオフェンス、オフェンスで次ディフェンス、うんうんうん、またここからオフェンス、オフェンスでディフェンス、うん、内輪でだからこう強弱。それはアット君だからの練習というよりも、まあ大体みんなこういうことをやったり。いや、ね、はい、まあまあまあ、彼、はい、彼は本当特にこういう練習しないといけないと。あ、そうなんですか。まあなんでかっていうと、はい、彼には武器といったら足じゃないですか。はい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 。ビッグ、彼にビッグサーバーが打てるんで、ビッグサーバーできるんであれば、それはもちろんですけど、じゃあビッグサーバーでなれよって言っても無理な話。やっぱりそういうしつこさというか、はいはいはい、そういうね。あとはその今言ったようにかわしじゃない、うん、ボールの強弱、はいはいはい、打ってで緩くっていう相手のリズムを崩すとか、そうそう、リズムを崩すとか、そういう形でポイントを取れるような、はいはい、でやっぱりそのプレースタイル、自分がどういうプレースタイルでやるかが一番重要ですよね、はいはいはい、それによっての練習が多分とか、まあ、例えばそういう、まあ、例で言うとビッグサーバーとか、うん、そういう人って一発じゃないですか、うん、でやっぱりもうメインサーブ練習をもう本当一発なんで、サーブ&ボレーとかサーブ打ってボレーの練習とか、でまあそれやることによって自信がつく。